Hey guys, you know who this is. Blazing Stormer. You know, the disabled Saiyan. And today, we are playing S Sword Art Online. Fatal Bullet. I'm about to have a fatal. If we don't get if we don't get to play the game, you know, the game, we are 1, 2, 3, episodes. We are 3 episodes in. And we haven't done anything. And we haven't done anything. So let's stop. So he says, let's stop talking and let's play.今まで受付はターミナル相手で弾けなかったんだけど、大型アップデート以降はアバシスが配置されるようになったんだ。会話できるアバシスが入ったおかげで使用の確認はしやすくなったよ。じゃあまずはあそこにある受付では共闘クエストを受けることができるんだ。パーティーを組んで強敵と戦うクエストなんかがあるな。そんなに緊張するなって。俺でよければ一緒に行くから、よかったらパーティーに誘ってくれ。あっちのターミナルではクエストの受注もできるし、武器や弾薬を購入することもできるな。俺は貢献使いだからあまり困ったことはないけど、弾切れには気をつけろよ。あのアファシスに話しかけると自分の賞金ランキングを教えてくれる。探索フィールドに出てバトルをすると成果に応じて賞金がもらえるんだ。賞金は SBC グロッケンに戻るときに生産されるからな。賞金ランキングを上げると色々と得点があるらしいな。モンスターを倒したりアイテムを取得したら積極的に話しかけてみろよ。積極的にって言っても普通に話しかければいいからな。クラインみたいに口説きにかかる必要はない。俺の仲間も同じことを言ってたよ。でもクラインのことだ。もしかしたら何か起こるかもしれないぜ。総督府の基本的な機能はこんなところかな。クエストはどんどんやっていって損はないよ。の、ちょうどシノンたちが来ているな。シノンたちにもいろいろ質問をしてくれれば喜ぶと思うよ。みんな君のために準備して。
願いします。お姉さんの連絡先を教えてください。申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。そこをなんとか。お茶でもいかがですか。いらっしゃいませ。ご用件をどうぞ。きー、釣れないぜ。だがそこがいい。お願いします。連絡先を教えてください。申し訳ございません。ご要望に。クラインは一体何をしているのでしょう。ねえ、ここは見なかったふりをして帰った方がいいかも。な、おめえさんたち来てたのか。なんだよ、見かけたら声かけろよ、水草。話しかけるタイミングが難しかったのです。すごく。クラインは何をしているのですか。まあ、お子様なおめえたちにはわからないだろうな。なんていうかよ、大人なコミュニケーションってやつさ。NPC を口説くのが大人なの？そんなのできるわけないじゃない。ばっかみたい。何言ってんだおめえ。1000回やったらイベント起きるかもしれねえじゃねえか。1000回。だろ？わかってるな。そんなおめえさんには俺が教えるのはアファシスについてだ。アファシスの正式名称はアファシステム。アファはアーティフィシャルファイナンシャルアドバイザーの頭文字から取ってるって話だ。直訳すると人工的な財務顧問ってやつだな。プレイヤーの財産やアイテム管理を補助する AI って設定らしいぜ。まあ全部受け売りだけど。受付のお姉さんに500回聞いたから完璧に覚えたぜ。もう500回も挑戦してたんだ。そんでアファシスにはタイプっていうのがあってよ。お前さんのアファシス実はか私はタイプ X ですから。とてもレアで利口なので。まあ一般にはそういう噂だぜ。でタイプ A はレンタルが可能なタイプだ。アファシスが必須のクエストも出るって話だから、そのフォローだろうな。そんで最後がタイプ B だ。機能限定型で各施設の受付とかをやってる。このお姉さんみたいにな。機能限定型だから当然連絡先なんか教えてくれないわね。いや、俺は信じてるぜ。1000回目の奇跡を。ん？なんでこんなにやる気出してるんだって？いえ、アファシスってクールビューティーな美人が多くってよ。でも、おめえさんのアファシスはどっちかっていうと面白系だよな。なんつうか、アファシスっていうより。失礼な！私だってクールビューティーですよ。おい、ストレア。いいじゃない、キリト大好き。ストレア、他に人がいるんだし、落ち着いて。もう見ているこっちが顔赤くなっちゃうよ。仲良しなのはいいことだよ。
でもアスナに見られたらまずいんじゃないかな。勘弁してくれよユキ。キリト君はどうしたの？私たちは狩りの帰りなんだけど。なあ、前に話しただろ。この人がアファシスを手に入れたプレイヤーさ。あ、キリトのトレジャーハンターをやっている。私はとってもレアですから。こんにちは。使うわよ。当てる。そこね。よーし。わーい。やりました。いいじゃない。戦闘終了ですよ。余裕だったね。
for telling you all the important stuff you should know. Another talking episode? ごきげんよう。Thank you.
そこの君、何かお探しかい？クエスト、アイテム、スキル、ダンジョン攻略。あれ？君たち今日は買い出しかな？いつきさん！いや、クレハ君。この前の大会の録画データを見たよ。エネミーとの戦いの時も思ったけど、いい動きをするね。ありがとうございます！いつきさんに褒められるなんて調子はどう？また君に会いたいと思ってたんだ。ああ、お目当てはアファシスですか？こんにちは。どうも。でも僕の目当ては君。いつきはお目が高いですね。マスターはとてもいい人で将来有望なのです。まだまだヘナチョコですけど、私が GGO1 のガンマンに育てますから、ご安心ください。このアファシスにはユニークなアルゴリズムが設定されているようだね。
それともマスターがユニークだからその影響を受けているのかな。で、話なんだけど。いつきさん、そろそろ集合場所に行かないと間に合いませんよ。そうだった。あ、パイソン君、それキャンセルできない？前からの約束じゃないですか。スコードロンのみんなで楽しみにしていたんですよ。わかったわかった。今度はゆっくり話そう。あんた、いつの間に月さんと仲良くなったの？友達ができるのはいいことだけど、私に教えてくれてもいいじゃない。私が先輩なんだから、何かあったら一番に話してよね。君に相談があるんだけど、 SBC フリューゲルが解放されたら俺たちと一緒に攻略しないか？そうね。リリースの情報によればフリューゲル付近は初心者には難しいと思うわ。まずはレベル上げしないと。あと確か SBC フリューゲルのクエストってアファシスが必須になるって話でしたよね。アファシスが行けば役に立つかもしれないけど。でも攻略に必要なアファシスならレンタルできるようになったし。残念だけどレベルが上がるまでキリトさんたちを待たせるのは悪いから。クレハさんだって十分強いじゃない。一番乗りを狙わなくていいの？それもしたいけど、私は付き合い長いから。 GGO に呼んだのも私だしね。しばらくは特別にあんたのおもりをしてあげるから、ガンガン経験値と資金を稼ぐわよ。いいコンビなのね。そういうんじゃないわよ。誘ったからには私が面倒を見てあげないとダメだから。二人の邪魔をしたいわけではないけど、一緒に攻略したいというのはキリトだけじゃない、みんなの意見なの。ぶっちゃけ俺たちそんなにレベルは高くないんだ。まさか、あんなにランキングに乗っているのに。対人戦はプレイヤースキルで賄えるところもあるしね。あまり効率を重視しないで楽しんでいたから。多分クレハとあまり変わらないんじゃない？だから SBC フリューゲルが解放される前に俺たちもレベル上げしたいんだ。ちなみに下心もなくはない。タイプ X の方が有利な仕掛けがあるかもしれない。隠しイベントとかあるかもしれないしね。それにせっかくお友達になれたんですから、バラバラで攻略するの。こういう大きなイベントはさ、みんなでやった方が絶対に楽しいって。よーし、これで決まりね。まずはレベル上げし、武器やアイテムの準備も忘れないでね。メンテナンスは私に任せて。アファシスもシンフィールドもわからないことだらけか。情報収集も重要ね。
なんかワクワクしてきたね。 SBC フリューゲルを目指して頑張ろう。ファイター。